こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。顕微鏡を使った歯科治療、あなたが望む歯科治療を最大限努力、麻酔をせずに行っていきたいと思います。上の前歯になりますが、頭の方から見ていますので反対に移ります。ここに昔プラスチックが詰められていました。そしてそこに段差ができ、着色しているので、これをやり替えてほしいということで、除去し再度ハイブリッドセラミックを充填していきます。顕微鏡で拡大し、ゆっくりと丁寧に除去していきます。できるだけ自分の歯を残したい、削りすぎないという希望がありますので、それに沿うように行っていきます。そしてさらに拡大率を上げ、しっかりと見ていきます。やはりこのプラスチックと天然歯、これだけの差があります。これはかなり削るバーというものですが、表面にダイヤモンドが付着し、それを高回転で回転させています。よくキーンと皆さんがご存知なものです。これ以上小さいものがないというぐらい小さいものです。それでこの部分を除去していきます。そしてその着色の部分、そして周り一部虫歯になっていましたので、その部分を除去しました。そしてこれから詰めていくということになります。大きく削った方が詰めるのはやはり楽です。そしてここに酸で処理をいたします。表面の細かい歯の削りカスを除去し、接着面を確保するためです。酸処理をいたします。そしてそれを水で洗い流して、そしてエアで乾燥させ、それから抗菌薬をつけていきます。メーカーによれば、残った象牙細管の中の細菌を殺菌するというものになります。細菌は目に見えないので、やはり考えられる処置を最大限に行います。保険ではこの点数はありません。そしてその後接着剤を塗っていきます。普通綿で塗るのですが、綿にするとかなり表面が大きく塗ってしまいますので、器具にて塗ります。そして光で硬化させます。その後ハイブリッドセラミックを詰めていきます。よくここにラバーダムをつけて水分を防止し、接着した方がいいということをよく聞きます。これがハイブリッドセラミックです。少しずつつけていきます。私は最初そう思いました。しかしこのように少しつけてスッと離すと、自然に歯の形態になっていきます。それだけ流動性、濡れと言いますが、それがいいわけです。そして光で硬化させます。これでハイブリッドセラミックが充填されたということです。そして形態をチェックし、歯のカーブをチェックし、不足があればさらに足していきます。まだ不足しているので、ほんの少し
つけて、そしてゆっくりと広がっていくので歯の形態にきれいなカーブができてきます。先ほどの話ですが、ここにラバーダムをシートをし、この歯を乾燥させた方が水分の湿気、口の中の水分を除去した方が接着力が大きいと言われますが、よく皆さん冷静に考えてみてください。生態ということを考えましょう。すると生態にとって乾燥している部分はありますでしょうか。爪、髪の毛、すべて水分があるわけです。つまりいくらゴムをかけ防湿といって乾燥させても、この歯自体が水分があるんです。それはどうするのでしょうか。それをしっかりと考えた上で、いろいろな操作、処置をすることが必要だと思います。